はいどうもギラ動画会です。今回は新機体のギラ動画会を解説していこうと思います。ちょっとねデフォルトカラーから変えてるんですが、どうしてもこの頭がね例の角刈りにしか見えないんで、ちょっとリスペクトしてねカラーを変えてみましたということで、こちらね機体紹介していきたいと思います。まずは機体スキルとスペックですね、こちらとなっております。550コストの汎用機ですね。なのでフルアーマーガンダムマーク2であるとかイワックジガンとかと同じコストになります。スキルなんですがこれ結構特徴的ですね。まず回避1持ってて、あとはねマニューバーアーマーがないですね。なのでこの機体はアクティブガードレベル3を使ってどうにか余力をね軽減していく感じの機体となっております。そしてアンチステルス持ってるので、550のステルス環境でも、結構ね働いてくれるレーダーを持ってますね。特にこれが刺さるのはコンロイジェガンですね。あいつ強襲機でステルス持ってるので、そいつに対して結構アンステが有効に働く場面が多かったかなと思います。観測持ってるのも結構偉いですね。でクープロレベル2持ってるのである程度空中で動けます。パワーアークレベル2あるので、中判定の敵と勝ち合った時は結構有利で、格闘連撃はレベル1で強制噴射2を持ってますね。確か元のギラ動画レベル1だったので、ここのね強制噴射レベル2なのはありがたいですね。で干渉剤は足とサワンと右の肩にねついてます。体力なんですが、まずここ2万なのでそこそこ硬いですね。で干渉剤まみれなんでこれは結構硬い部類ではあるかなと思うんですが、やっぱいかんせん550のね火力高すぎてちょっと溶けてしまうところが多々ありました。走行値に関しても結構高い部類ではあると思いますね。タイビーもこれタイビー5盛れば全然40後半とかいったりするんで悪くないかなとは思います。車砲確保の合計値55なんでこれはコスト平均ですね。でスピード135、高速移動210なので、遅い感じはしないんですが、この図体からするとスラスピがちょっと遅く感じることもありますね。スラスター75なのでここはある方かなと思います。旋回69なのでここはちょっと足りない時もあるかなと。では次に武器の方を見ていきましょう。まず主兵装がギラ動画海洋ビームマシンガングレネードですね。こちらこんな感じで蓄積値がめちゃめちゃ高いマシンガンとなっております。弾数も多いし、こうやってねベタ打ちで蓄積が取れるんで割と優秀ですね。強襲機にも全然使っていけるマシンガンで、火力も高いんで割と優秀なんですが、フルチャーとかねできないんで、即用だけにすることはできません。でこのマシンガンの代わりにギラ動画がね持ってるワントリガーで夜景が取れる武器ですね。あれも持てるんですが、基本的にはこっちのマシンガンの方が、強いんじゃないかなとは思います。格闘手兵装がビームソードですね。このビームソードは、どこかギラ動画で見たようなモーションですね。でもこれちょっと違うのが100から 60% の強連撃になってるんで、一応ねこういう感じで連撃してあげると火力を出しやすいので使ってみてあげてください。そして副兵装にいつもおなじみのギラ動画海洋電磁ワイヤーですね。こちらもこんな感じでいつものって感じですね。ギラ動画の頃と違うのは、火力がちょっと違うかなってぐらいですね。それ以外はマジでなんか CT とかねこうモーションとか長さとかも全く同じなんで、ギラ動画使ってる人は結構使いやすいと思います。ギラ動画海洋ビームアックス、こちらめちゃくちゃ火力の高い斧ですね。威力が2600な上に下角補正が高いんで、こんな感じで下だけでもめちゃくちゃ火力が出ます。これギラ動画の頃と違うのが連撃できないんですよね。なんでか知らんけど、単発武装になってるんで基本的にこう寝かす時とか追撃する時に使ってあげましょう。継続には不向きですね。ギラ動画海洋シュトゥルムファースト、これもギラ動画のと同じですね。ほぼこんな感じでね、単発ロケで火力も高いと。でこれギラ動画の頃と違うのがリロードが12秒になってるところですね。もともと15秒だったんですが、これコスト50上がったからかね、リロード時間が短縮されてます。これめちゃくちゃいいですね。スモークディスチャージャー、これは性能全く同じだと思いますね。ステルス効果を付与します。やっぱこれでね敵に気づかれずに近づいて無知とかね即位力を当てるっていうのが、こいつの基本的なね攻め方になると思うので、積極的に使っていきたいですね。そして最後の兵装がギラ動画海洋ビームマシンガン付属グレネードですね。こちらは単発用機となっております。これもねいつものかって思うんですが、リロード時間10秒なんで短縮されてますね。結構いい感じにリロード早いんで、このね単発用機とシュトゥルムファースト
一緒に使ってあげると結構息切れせずにね、ポン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 回していけるかなと思います。もう帰ってきました、素晴らしい。ちなみにカウンターは、はい、おなじみの蹴りとなっております。武装は以上なんですが、この機体ね、さっきちょろっと触れたんですが、アクティブガードレベル3を持っているので、こんな感じでスラスター直後にこうやってね、アクティブガードすることができます。しかも倍率もね、8割カットなので、ね、まあ、なかなか高いし強いですね。敵の攻撃全然食らわないので、まあ、やっぱりマニューバーマーがない分、このどうね、アクティブガードを使っていくかっていうところがミソになるんですが、まあ、それはね、この後の試合で、まあ、いい感じに使ってるんで、ぜひ見ていただけたらなと思っております。ってことでギラ動画回よろしくお願いします。はい、変や変映えのね、あれがちょっと僕は見てはないんですけど、ちょっとツイッターで結構騒がれてましたね。はい、ありがとうございます。非公式とはいえ、作者が書いたらもうそれは公式なんよ。体格持ってそう。あっち行った。見て、いや砂にの火力やばすぎ。いや一撃で足半分持っていかれるキャラがさ、ポコポコ弾打ってくるのマジで深入りしかないだろって。これが550の家のところその2なんじゃ。このマップの砂にガチで強いからな。ブン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 。ちょ、横から詰めてほしいな。無理か、行ってるキャラがいない。やばいですよね。まあそれ以外のところは変わってないですからね。よし、ああこれ一番落としたくなかったのに、毛づくみしたから全て終わりです。すげえとこに砲撃落ちてきたな。あれ行きたくねえ。よし、支援機は俺が守る。ブッ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 、あれやりたいですね。いやここで悪が使ったらさ、もうそれはないんですよね。
よし。砂怖すぎ。危ねえ。しんどすぎる。うわー、ステルス、ステルスというか、あー、おしまいだ。勝てるわけがない。降りよう。中継取ってくれてるわ。ほんだらこっち行きますか。いやー、あれいるのマジだるいな。みんな上いるのさすがにいけないな。よし、みんな降りてった。うわ、全然違う方向飛んでいくな。いや、射撃戦になるとガチきついんよな。おっそ、判定。うわー、しんどいしんどい。だ、誰か助けてくれ。不動の太刀。よし、ブブ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 。イエーイ。ここで死にたくないぞ、普通に。危ない。やばい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 。左のキャラ止めてくれ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 。うわー、あとよろしく、あとよろしく。おい、獲得する。うん、危ない。タックルだー。よーし、危な。もう危機管理能力 S- ですね、これ。ナイス。危なかったですね。結構アシストも入ってただろうし。